吉田、清水対モセウシ協会準決勝進出を決め、笑顔で抱き合う吉田とも、右と清水通る、撮影、河野拓海、全農カーリング日本混合ダブルス選手権、17日、第4日、青森、道銀ドリー。スタジアム、1次リーグピョンチャン五輪銅メダルで LS 北見の藤沢5月26日と SC 軽井沢区の山口剛33の日本協会推薦ペアが6連勝を飾って A 組首位で準決勝に進出した。松村、清水吉組と対戦して6-3の6エンド E に藤沢が最後の石で混雑し、タハウス内で相手の石だけを出す、絶妙のショットを繰り出して2点をゲット。最後は 1-1-3 と点差を広げて勝利した。藤沢は、6E のショットについて、いいショットでした、と納得の表情。山口は、五輪メダリストのショットでした、と絶賛した。藤山、コンビは、18日の準決勝で、同じ五輪代表で、日本協会推薦の吉田とも、清水徹組と対戦することになった。吉田ともは、めっちゃ強いですよ、うちの藤沢は。いつか絶対に当たると思っていた、と楽しそうに話した。